商科大学の学食でお昼食べよう。本日我々はですね、千葉商科大学さんにお邪魔しております。いや、久々に大学とか入ったよ。で、商科大学さんはこういった食堂を学生さんだけでなく地域の方にも開放されているということで、今日は我々も実際食堂に行って学食のメニューいただこうかなと思います。はい、それではね、校内移動してきたんですけども、今ね、僕の後ろにありますこの学生ベンチャー食堂というのがありまして、こちらはまたね、千葉商科大学さんの一つユニークな、特徴でございまして、学生さんが経営している食堂なんですよ。ホットスナックのお店とおにぎり屋さんと、あと丼物とか売ってるお店が3つあるんですけども、もちろんね、学生の皆さんにも大好評で、もう10年以上実はこうやられてる企画なんですって。で、中にはこの学生食堂やりたいということで入学される方もいるぐらいの、特徴になってて人気のスポットでございますので、ちょっとこれからね、中見させていただきたいと思います。で、あの入ってすぐにあるこちらね、商店さんかな、はい、お店です。お弁当とかあとホットスナックとか売ってるお店ということなんで、どうしよう、まあさっきで僕一人前食べてるんで、ここで全部食べるのは無理なんですけど、ちょっと時差まと、ね、シェアしながらいろいろ各店舗を見ていきましょう。どうしよう、ちょっと甘いの食べていい？うん、チュロスは、うん、そう、チュロスって何か分かんないんだけど、甘いって書いてあるから、うん、なんて言えばいいんだろう、まあ細長いドーナツというか、うん、それお菓子、うん、それ買ってみようか、買おうかな、うん、はい、すいません、あのチュロスシナボ300円持ってる。あ、ある。はい、ありがとうございます。あったか、ありがとうございます。これがチロスですね。うん、美味しい。てか、揚げたて初めて食べたから、こんなカリッカリなんだ。美味しい。こちらが満腹ダイニングさんという学生さんにも大人気のお店ということで、でここで爺様のランチ買いましょうか。何し？人気メニューは？人気メニューはレバニラ丼。レバニラ丼。これだ。唐揚げもついてくる。じゃあそのレバニラ丼って言ってみる。いきますね、一番人気。じゃあレバニラ丼。レバニラ丼一つで。ありがとうございます。じゃあ見てこれ。すごいよ。でかっ。スープと。ここからスープを取っていい。ああ。ありがとうございます。またお願いします。じゃあ食べよう。せっかくなので、僕もちょっと一口いただいていいですか。いただきます。いや、これボリュームすごいね。レバーからいきます。てかめちゃくちゃ柔らかい。ちょっと今まで食べてきたレバーと全然食感違う。レバー独特の臭みみたいなのが少ないからすごい食べやすい。30分前の僕だったら秒で平らげてます。それぐらいうまい。しかもこれがワンコインだから、ね、あとこれ横にね、唐揚げがついてるんですけど、唐揚げもめちゃくちゃでかい。ちょっと添えたっていう大きさじゃないよね。ここにこだわりも感じるし、学生の勢いも感じます。お腹減った状態食べたかったね。美味しい。でも、じゃあ10玉食べる。食べて感想聞かせて。
れば本当美味しいよ。うまい。で実際は特に食レポはしないんで、ただ食べてるだけです。ただうまいと言ってます。現場からは以上です。ではですね、先ほどの学生ベンチャー食堂さんでやっているおむすびゆいというお店があるんですけど、あの校内のこのなんかメインストリートでこのように出張販売もされているということなので、じゃここで買いましょう。こんにちは。こんにちは。おすすめは、おすすめ今日は中国パがおすすめです。韓国のおむすびです。韓国のおむすび、はい、じゃこれちょっと1個いただきましょうか、うん、はい、ありがとうございます。俺買うから3つか4つぐらい買いたいんだ。あ、じゃあこのチモッパと、ありがとうございます。じゃあ焼肉と焼肉、タラマヨが一番に。あ、じゃあタラマヨ、うん、ありがとうございます。3,550円でお願いします。はい、ありがとうございます。お願いします。めっちゃ並んでる。それではですね、ここからはこちらの学生ベンチャー食堂の経営者の方々にですね、インタビューしていきたいと思います。ちょっと自己紹介お願いします。はい、満腹ライニングのチンシーボーと申します。よろしくお願いします。お願いします。こちらでの経営を始めてどれぐらいになるんですか？2016年からなので、だいたい8年ぐらいですね。でもベテランというのはそうですね。今はじゃあもう卒業はされてるんですか？はい、そうですね、卒業はしてます。じゃあそのまんま卒業して、そのまんま今の満腹ライニング。そうですね、はい。さっきあのお弁当売ってるの見たら、はい、かなりこう列もできてて人気だなと思うんですけど。ありがとうございます。長年こうやって、はい、ね、学校の中の食堂でこう人気があるっていう秘訣っていうかポイントみたいなのあるんですか？そうですね、あの事業計画書を書くときに、その学内のニーズっていうのをしっかり市場調査をした上で店のコンセプト、男子学生をターゲットにボリュームがあって、美味しくて、はい、提供が早い、価格が安いっていうのをコンセプトに、はい、マックライニングを始めました。でそれも学生の時に考えてたと思うんですよ。そうです。20歳ぐらいの時に。19です。ちょっと19の時そんなこと考えてなかったね。あ、そう、あれね、今めっちゃ聞きたかったんだけど、あのレバーなんであんな柔らかいんですか？ちょっと企業秘密で言えない。はい、熟成の方法で臭み抜きと、はいはいはい、食感をプリッとさせるために仕込んでます。一般の方もね、こちらで食事できるので、うん、ちょっと食べていただきたい。最初にレバニラ丼が一番人気で聞いた時にちょっと珍しいなと思ったんですよ。焼肉丼とかさ、唐揚げ丼みたいなのが人気になりそうなんだけど、レバニラ丼って思ったんですけど、食べて納得でしたね。自己紹介お願いします。はい、ここ商店の代表を務めている椎名翼と申します。椎名さんは今現役の学生さん、ね、はい、そうなんです。このお店を始めたきっかけっていうのは何ですか？まあ、全然大学に入るまでは非常になんか興味はなかったんですけど、だんだん学んでいるうちに勉強してみたいなとか、それこそ仲間たちと何か挑戦ができる場所が欲しいなと思って、このお店を始めました。学生でありながら経営者でもあるということで、はいはい、勉強しなきゃいけないし、お店もやらなきゃいけない、はい、なんかそれ上で生活で大変なことって何ですか？時間ってすごい難しいなと思って、まあ、朝早く起きてお店に来て作業やったりとか、はい、それこそ帰る時間が遅くなっちゃったりっていうのも難しいとこだなと思ってて、はい、もう一個はやっぱ授業の単位とかも取らないといけないじゃないですか。だからそういう意味ではやっぱ大変なところになるかなっていう。ちなみに朝ってどれぐらい早い時間？朝早い時だともう7時半にはこのテナントにいます。だって授業が早くても9時とか。あ、そうです、授業早くて9時なんですけど、その前に仕込みやんないと間に合わないから。で授業行って、はい、でお昼とかにはまたお店行きたいとかっていう生活ですよね。はい、でもなんでこう経営に興味を持ったんですか？そうですね、学んでいるうちにっていうのもあるんですけど、やっぱり何か仲間たちと挑戦したいってなった時に、何か受動的じゃなくて自分たちから何かアクションを起こしてみんなで頑張っていきたいなって思いがあったので、そういう意味では経営っていうのを選択にはなりました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、皆さんもぜひね、こちらのお店の方にも気軽に立ち寄ってみてください。よろしくお願いします。続きまして、おむすびゆいさんの経営者の方に来ていただきました。サビソの学部4年の土屋風太と申します。はい、こちらはさっきね、我々も買わせていただいたんですけど、ありがとうございます。はい、おむすびの
イントですね。お米と海苔にこだわっておりますので、まずお米が船橋と柏さんのものを JA 市川さんからご提供いただいております。また海苔については市川市の行徳で採れた海苔を、まさに地産地消のおにぎりということで、はい、いや僕たち、ね、船橋なんですよ。はい、でまず船橋のお米っていうイメージが僕今までなかったんですよ、はい、地域の方とか大学に行ってる学生にも地元ここら辺でも米作ってるんだよ、そして美味しいんだよっていうのを知ってもらうみたいな。さっきあの販売されてるのを見たら、はい、意外となんか男子学生の人も買っていくんだなっていう、なんかどっちかっていうと女性向けなのかなと思ったんですけど、そうですね、はい、男性人気も高そうで、はい、うん、焼肉とかモモクっていうところが結構男性に人気なところで、焼肉は結構スタミナがあるっていうのが味付けをしてるので、まあ、ご自身も学生だけど経営者なんで、まあ、雇う側という立場でもあるじゃないですか、はい、なんかそういう中でのなんか関係性とかコミュニケーションって、なんか難しくないですかね。そうですね、友達とその従業員っていうところで関係は難しいかなってはあるんですけども、まあ、コミュニケーションをしっかり取ることによって友達としての関係っていうところは壊さずに楽しくお店を回して頑張ってます。新店として今営業されてるので、ぜひ皆さんも気になった方足運んでみてください。ご家庭の味ということなので、はい、はい、ということで今回はですね、千葉商科大学さんの各食堂をご紹介させていただきました。まあ、こう地域に、ね、根ざしたね、特色のある食堂で、まあ、学校なんでね、ちょっと入るまで一個ハードルあるかもしれないんですけども、開放されてますから、勇気を持って一歩踏み出してください。一回入っちゃえばね、気軽にご利用できますから、ぜひぜひ皆さん多くの方に利用していただけたらと思います。最後までご覧いただきありがとうございます。ぜひ動画への高評価、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。